皆さん、マイロ、ニューヨークでビール飲むりやってるヨシです。Hello, everyone. I'm Yoshi. I'm Beer No More in New York. 本日もやっていきましょう。2 minutes Beer Talk 今日のお題は比重です。比重とはビールまたは爆汁にどれだけの糖が溶け込んでいるかを表す数値です。 初期比重は爆汁すなわちビールの発酵前の数値で最終比重はビール発酵後の数値になりますこの二つの数値からですねアルコール度数をですね概算することができます水の数値がですね基準になるのですが水はですね0度 プラットもしくは 1.000SPGR と、えー、表記されます例えば8度プラットまたは 1.032SPGR は 約アルコール度数3%の数値ですそして26度プラットもしくは 1.1110spgr は約12%のアルコール度数の数値ですそのですね計算方法はですねこの辺にちょっと出しておきますまあちょっとややこしいんですけどねはいこういうやり方で、ね、アルコール度数が出せるんですよねビールは昔はですねその専用のそのアルコール度数を測定する機械がなかったのでまあそういう まあこういうあの手段で出してたと思うんですけどもちろん今でもあのこの方法は全然使われています特に自分も、まあ、やったんですけどえビールをですね、まあ、自宅で作っている方とかはあのもちろん測定器すごく高いんで、まあ、この方法でアルコール度数をみんな出していますえちなみに日本であ自宅でですねビールを作るのはですね法律違反なんで気をつけてくださいそれではまた